こんにちは、こんばんは、まおです。本日は購入してきたランダム品のグッズたちを開封していきたいと思います。今回ジャンルがバラバラなんですけど、量はそんなに購入してないのでまとめて開封していきます。それでは購入してきたものをご紹介します。まずはこちら、東京リベンジャーズのおまんじゅうにぎにぎマスコットを購入してきました。ラインナップの方が全8種類あるので、自分が狙っているものが出るかはわからないんですけど、お試し程度で2点ほど購入してきました。続いても東京リベンジャーズで、こちらのサラバッチコレクションを全部で5点購入しました。こちらが全7種類だそうです。どれならボックスで買おうか悩んだんですけど、空いてないボックスがなかったのでバラチャレンジしたいと思います。続いてがこちら、呪術廻戦のメタルカードコレクション、呪術更新編を5パック購入してきました。これね、やっと買えたっていう感じです。そして最後が、知り合いからいただいた鬼滅の刃のハッピーセットについてきたシールセットですね。こちらを4点いただいたので一緒に開封していきたいと思います。今回はこんな感じで全部で4種類開封していきます。ではまず最初にこちら、鬼滅の刃のシールセットから開けようかな。全部で5種類あるそうで、私が狙っているものは善逸伊之助セット。今回簡単じゃないので正直何が出てもいいです。1パック目、あ、しのぶちゃんだ、すごい可愛い。こんな感じなんだ、胡蝶姉妹だ。あー、すごい、超屋敷の。今回も多分ユーフテーブル書き下ろしかな、歴代クルーユニフォームだそうで、すごいですね。1パック目はこちらのしのぶちゃんが来てくれました、ありがとうございます。今回しのぶちゃんがラインナップ入れてるから超屋敷推しにはすごくいいですね。2パック目いきます。あ、炭治郎くんとねずこちゃんだ、わーすごい。こんな感じです、ありがとうございます。続いてが4パック目、あ、来た、やった、嬉しい。善逸くんと伊之助くん来てくれました。え、かわいい、これめちゃくちゃ好き、めっちゃかわいい。この手がまたかわいいし、伊之助くんほわほわしてる。3パック目で狙いの善逸伊之助セットが来てくれました、ありがとうございます。続いてが最後です。おぉ、煉獄さん、なんかすごい遠くない？全部の煉獄さんなんですね、いいですね。あー、すごい。はい、最後4パック目が煉獄セットが来てくれました、ありがとうございます。ハッピーセットの開封結果はこんな感じです。いい引きなんじゃないかなと思います、ありがとうございます。次がこちらの呪術のメタルカードコレクションを開封していきたいと思います。これが全部で24種類あるそうです。狙いはもちろんトゲくんとミワちゃんですね。できれば最推しのトゲくんが来てくれることを願っております。ではまず1パック目、あ、めぐみくん、パンダちゃん、え、かわいい。こんな感じで1パック目はこちらのお二方が来てくれました、ありがとうございます。続いてが1パック目ですね、あ、にわちゃん、あ、まきちゃん、すごい、わあ、嬉しい。にわちゃんとまきちゃんが来てくれました、ありがとうございます。続いてが3パック目、あ、めぐみくんだ、すごい、めぐみくん来るな、あ、トゲくんだ、嬉しい、ありがとうございます。続いてが4パック目、あ、めぐみくんかぶった、こんなことあるんだ、あ、のばらちゃん。4パック目がこちらのお二人ですね、めぐみくんはかぶりです、ありがとうございます。続いて最後5パック目、あ、にわちゃん、
皆さん、めちゃくちゃ嬉しいんだけど、5パック目で推しのお二人が来てくれました。すごいこのパック嬉しい。ちょっとスクショ撮ろう。メタルカードコレクションの結果はこんな感じとなりました。もうね、まずミワちゃんかぶってるのもすごいし、トゲくん2種類揃ってるのもすごいし、このパックが噛みすぎたっていうのが、ありがとうございます。そしたら次がこちら、通り部のキャラバッジコレクションを開封していきます。全部ね7種類で、私が狙っているものは6番の松野千冬くんと7番の羽宮風虎くんとなります。全部で4ボックスあって、バラバラに購入したので結構かぶる可能性とかあると思うんですけど、早速開けていきます。ではまず1個目、あ、バジさん、え、待って、これさ、マット素材もしかして。素材がなんかすごい。1個目がバジくんが来てくれました。ありがとうございます。そしたら2個目いきます。バジくん来てくれたから千冬くん来てほしい。千冬くんだ。え、待って、嬉しいんだけど、来てくれてありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しい。え、ほら揃いました。嬉しいです。ありがとうございます。今日の引きがすごい神がかっててびっくりしてる。3個目いきます。あ、マイキーくん、今のとこかぶってない。マイキーくんが来てくれました。ありがとうございます。この缶バッジの素材が気になりすぎて素手で触りたいんだけどためらってしまう。続いてが4個目いきます。せーの、お、マイキーくんかぶり、やっぱかぶっちゃうか。全然良い。4個目でかぶってしまったけど、マイキーくんが来てくれました。ありがとうございます。いよいよ最後、いきます。せーの、お、バジくん、バジくんかぶっちゃった。全然良いけど、カズトラくんが来てくれなかったね。千冬くん自引きできたから全然良いし、なんならさっきトゲくん2種揃ったし、ミワちゃんも2枚かぶったし、まずまずいい調子です。本当に缶バッジの方はこんな感じとなります。ありがとうございます。最後がこちらのおまんじゅうにぎにぎマスコット。ラインナップはこんな感じです。狙いが千冬くんとカズトラくんとなります。8種類あるから当たる気がしないんですけど、とりあえず開封します。では1個目、お、タケミッチ、え、かわいい、めちゃくちゃかわいい。ありがとうございます。私タケミッチくん結構好きなんですけど、髪の毛下ろしてる時の方が好き。髪の毛上がってても可愛いけど、前髪ある子が好きだから。では最後ラストですね。ラストいきます。せーの、お、キサキくんなんか因縁の2人が来てくれました。ありがとうございますすごい、なんかかすりもしなかったね。うん、まあまあまあしょうがないか、これはしょうがないね。今回のランダム品はこんな感じとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。もうね、私の感想としてはだいぶ満足です。おまんじゅうがちょっと悔しいからまた買おうかな、まあ、また店舗にあれば買いたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。